番三高館ではお食事を楽しむことができます。あ、ええね。三高館ではですね、徳島県名産の半田そうめんですとか DMV カレーというものが食べることができます。半田そうめんと言いますと、半田そうめんの特徴といたしましては、喉越しのいいツルツルとした食感が特徴になっておりまして、今回のメニューはですね、その半田そうめんともう一つ徳島県名産のすだちを合わせたそうめんを。徳島言うたらすだちですもんね。はい、気になってこれ赤井秀和スペシャルコラボメニュー、赤井ダブルパンジー、ピリ辛カレー風味チキン。あ、はい、こういうメニューもあんねん。実はですね、DMV は1周年を12月25日に1周年記念を行うんですけども、はい、その時にご提供させていただきたいメニューになっておりまして、はい、手羽元をですね、ちょっとピリ辛のカレー風味の味付けをして、うん、で無料配布をさせていただくようになってます。いいですね、はい、聞きました、無料配布ですから全国の皆さんぜひぜひ12月の25日です。ぜひお越しください、はい、お待ちしてますあ、来た、豪華やな。うわ、でこれがその言った、はい、半田そうめんとすだちを掛け合わせたメニューになっております。はい、ではいただきます。いただきます。お、割とそうめん言う割にはちょっと太めやね。そうなんですよ、それが最大の半田そうめんの特徴で、ちょっと普通のそうめんよりも太めんで、ね、はい、いただきます。すばちの酸っぱいのがうまい、このピンとがいいで、おいしい。続いてはこのメニューのちょっと赤いダブルパンチ、おお、これが、はい、おお、素晴らしいね。これがですね、先ほどご説明させていただいた12月25日イベントのところ時に、一般のお客さんに無料配布させていただく赤いダブルパンチというチキンです。じゃあ早速いただきましょう。食べたことある？いや、僕もないんです。あ、じゃあまたコメントも一つ、はい、じゃカリッと揚がってうまそうな、確かにちょっと赤いですね。いただきます。いただきます。確かにピリ辛で、噛むごとにね、鶏の肉汁が口の中にぶわっと溢れる感じで、おいしい。これはぜひ食べるべきだと思います。カレーのスパイスもよく効いてて、おいしいですね。噛むごとにガリガリというね、素晴らしい歯応え。はい、駅に着きました。高橋さん、こちらが阿波海南駅といいまして、はい、ほうほう、モードチェンジが見える駅となっております。その道路と線路の、はい、線路と道路どっち？道路、バスモードから列車モードに変わる駅がこちらになります。はいはいはい、モードチェンジを見ていただいたら、実際にも来たこれやろ。そうです、そうです、これはまだ今バスやね。はい、これが次、はいはいはい、この道路、こっちを道路で入ってきて、うん、線路に行くときに切り替わるところを赤井さんに見ていただきたい。ほー、ま、普通のバスと一緒やん。あ、そうです、そうです、もうこれはもう本当に普通のバスと一緒。見た目はバスなんですけど、車輪が出てくるんですよ。来た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 、緑が来た、緑が来ました、はいはいはい、おー、来た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 、おー、よし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 、まだか、よしよし、来た来た、はい、変わる瞬間が今から見えます。こちらの方が、こっちこっち、こちらの方が、はい、見やすいから。お、まだバスや、バスや、バスや。そうですね、ここから、はいはいはい、どうなの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 、前の方、前ですか、ご注目ください。なんともなってないよ。はい、まだなんともなっておりません。ご覧ください、前の方。あ、いや、まあ、そんな前か。ああ、車輪が出てきた、車輪が、はい、車輪で、ああ、車輪が車体を持ち上げた。ああ、前のタイヤが浮きました。おお、50センチ、50センチ浮きました。何度見てもすごいですね。すごいですね、だいたい15秒で。ああ、そうやったんですか。このモードチェンジ完了いたします、はいはい、おお、前が見事に浮いております。
おお、あ、後ろにも車輪が出てるわ。そうです、後ろも車輪が出てます。ああ、なるほど。ああ、電車になった。面白い。それでは実際にDIY に乗っていただこうと思います。はい、乗りましょう。はい。